202.7 か。YouTube を見てご覧の皆様はね、このトラックここに今4台止まってます。そして横断幕がかかっているこのトラック3台、合計7台のトラックがずっとこの状態だというのを不思議と思われている方もいらっしゃると思いますけども、これは連隊側が車検証を持って行ってしまっているので、要は会社側としては動かせないという、そういう状況になっているようです。このトラックにも横断幕が取り付けてありますけれども、読んでみましょう。決起連帯ストライキ100日闘争団結頑張ろうって書いてますね。もう100日ってもう決めてるんですね。で、その横のトラック、やつらが寝泊まりをしているようなんですよね。で、鍵はですね、やつらが握っちゃってるので開けることはできないんですけれども、ストーブとかも運び込んで、そして生活をしているというふうに聞いております。実証はできません、開きませんのでね。